はい、ちゃオ、亀岡です。今日は週末編ということでね、日本株の今後の予測ですね、それから私の今の相場感、そして相場のですね、ポジションなどについて話していきたいなと思っております。今日はちょっと注目銘柄をですね、割愛しまして、今後のですね、日本株の動きのですね、私なりの考えですね、どのような形で動いていくのかっていうのを、今日はね、間違ってもいいので、ちょっと大胆予測をしたいなと思っております。週末編ですね。 そして月曜日も休みですよね、えー、と思っています。僕はね、あの、休日も皆さんしての通りね、YouTube 撮ったりとか、執筆したりとかして、えー、働いてるのでね、あんまりその土日のとかね、えー、明日が休日だっていうですね、歳日だっていう休み感覚がなくてね、まあ大体、まあ人から聞いて、あ、そうなんだと。え、月曜日会議やろうぜ、みたいなね、役員に話すと LINE とかで。 亀岡さんみたいなね。社長、月曜日ちょっと休みですよって。あ、そうだっけみたいなことが結構多いんですよね。確かね、えー、役員とかに、月曜日の役員会について、えー、こういうふうに考えてるんだよねってことを送ったら、休みだと言われたので、休みだと思います。すいません間違ってたら申し訳ないですけども。まあ、なので今日はね、えー、ちょっと大胆。 予測シナリオってことでね、話していきたいと思うんですが、あえてこの話をするので、間違う可能性もね、十分あります。なので、その点はね、えー、皆さんの方です。考慮をしながら聞いてもらいたいなと思っております。あとね、ちょっと近況を週末編なので話すと、今日ね、えー、母と食事をするんですよね、えーで。なぜ食事をするのかと。まあま、もちろん年に3、4回食事をしてるんですけども、なんかね、えー、自分の不動産を売ることになったということで、 結構ね、相場の半値ぐらいで、えー、売るいやそこをしてるんですよね。ちょっとまあ、もしかしたらね、母が見ていたの申し訳ない。まあ、絶対見てないと思うんですけども、ちょっとね、認知が入ってる可能性があって、まあ、いろんなところで騙されてる。あとはね、えー、そういった形でお金をなんかこう、結び取られそうになってる。でね、これはね、すごく深刻な問題で、僕結構ね、金融リテラシーもありますし、当然、 まあ会社経営者ので IT リテラシーもあると。そして詐欺などに対するね、えー、防波堤ももちろん誰よりもあるんですけども、一方で自分の母でさえ守れないというですね、これはすごくう皆さんにもね、えー、まだ若い人もいると思いますけども、かなりですね、あのー、大きなえ問題なんじゃないかなと。で、母といえどもですよ、まあ義理の母なんですけどね、僕は3歳の時にい自分の母親を失,な失っているので病気でね、えー、実際にはその後来た。 えー、ママ母になるんですけどもまあそうは言ってもね、えー、やはり父が選んだあ、まあ、母ですしまあそこはね最後まで、えー、少なくとも父からもらった遺産をね大切に幸せに生きてほしいなと思っているので今日その話をしに行くんですけどもやはり僕が言えば言うほど身近なね、えー、ちょっと認知が入っているのであなた私の財産を狙っているのでいや 狙いますかという話なんですよ。もう、そんな狙うような、えー、ことしないし、そんなに困ってないしってことを話してもね、ダメなんですよね。これ皆さん、ね、認知症の母とか親戚よりった分かる通り、身近な人が言えば言う,言うほど、堅くなりになりますし、すごく疑うっていうですね。えー、で、僕がね、えー、絶対にあいみつ取った方がいいとか、一度ね、えー、呼んで、俺が話してやるからと。俺ほど、 そのね、えー、相手が警戒する人間いないから、ね、僕の,そのプロフィールとかね、YouTube やってますとか、ねえー、本出してますとか投資系とか、ね、金融系の言った上でちょっと俺に合わせろと言ってもね、えー、その後なんか、ね、上正明が騙そうとしてるとかってね、えー、周りに行ったりとかしてもどうしたらいいかなということで困ってるってことでなんか、ね、そういうことに詳しい人がいたら アドバイスもらいたいなと。一応まあね、そういった後見人制度を何とかしたいなぁと思っているんですよ。やっぱり母がね、最後まで、まあその生活保護とかね、えー、まあ施設とかに入らずに元気にまあ生きてほしいと思っているのでね、えー、なんかアドバイスあったら教えてくださいと。なかなかでもね、ね、えー、認知症のね、えー、そういった認定を受けようとたら絶対に起こりますからね。難しい問題だなっということで、早速本題に移りたいと思うんですが、日経平均ですね。えー 昨日きのうはです、ね、マイナス28円安ということで、僕は2日前ぐらいの動画かな、まあ、3日ぐらい前になるかもしれないですけども、昨日は休んだのでね、ちょっと会食があったので、確か、えー、日本株の、ね、上昇を非常に、まあね、その時は CPI が消費者物価指数がね、本来であれば3.1、まあ、僕は3.5ぐらいになるんじゃないかなと思ったところを、まあ、3%で終わったと。 こういうところで、すごくね、楽観論に触れて、米国株がまだ、まず上がったと。で、それを追いかけるような形で、日本株もお爆発的にね、えー、急上昇したので、えー、このままね、えー、イケイケどんどんで上がるんじゃないかというムードが、えー、日本市場全体に広がったんですよね。個人投資家を中心に特にですね。ただ僕は4つの警告ってことでね、覚えてたらこちらにいいサムネイル出しますけども、もうこの時点でちょっと短命度あるかもしれないなと。間違ったら申し訳ないですけどね、えー、もちろんそれは 僕のポジショントークもあると思いますし、僕はキャッシュポジションのが今大きいので、まあそういった、まあ今、投資の考えでいるので、そういった発言をしてしまうところそれは当然ありますからね。えー、それは買ってる人、空売りをしてる人、中長期でロングでやってる人、デイトレーダーで全くね、言うことを話す内容、先読み全然違ってくるのは、それは当たり前のことなので、それはね、えー、まあその考慮にし に入れながらら聞いいてもらいたいんですけどもただ、昨日、おとといの段階で爆上げたときにですね、これはもしかしたら上昇短命のあるんじゃないかなということを先出し、常にまあ先出しで話すようにしてますけども、したんですよね。そうしたら、昨日ですね、28円安ということで、まあ、陰線をつけて終わったということで、まあ、これはですね、僕はまだ、これ明日の話ですあ。来週の話じゃないですよ。まあ、やはり7月、8月かけて、この75日移動円銀線に向かって、 もう一度ね、えー、ここでレンジ、もしくは揉み合いをした後ですよ仮に3万3000とかね、えー、もう一度タッチしたとしても、今度25日同平均線が下がってきますからね、ここで揉み合えば。ここを今度ね、生れ、抵抗線にして、75日同平均線に下がっていくんじゃないかなと見ています。うん、これは僕はあえて下げ出してますからね、うん。間違っているんじゃないかとか、大外れだと言われることを前提に下げ出してますので、 うん、あとは皆さんなりにね、いろんなコンテンツとか、えー、いろんなね、YouTuber さんとかを参考にしながら、逆に皆さんの意見をコメントでね、今日は週末編なので、えー、いただいたら、えー、それもね、えー、見ながら、もしかしたら、えー、あ、なるほど、そういった考えがあるのか、ということで、えー、僕の投資シナリオとか考えを変更する可能性があります。僕は実際にリアルにやってますからね、予想屋とかアナリストじゃないので、まあ、その場合はこういった人のこういった考え確かにあると思うし、このコメントも、 あり得ると思ったので、ちょっと予想をね、えー、こっちの方に変更しますってこと、多分、そのまま言うと思いますので、皆さんもコメントもらいたいんですけど、今のところ、うん、まあ、このね、夏枯れっていうアノマリーを考えてもですよお、そして円高、そして海外投資家はですね、皆さんもうごだご存知だと思いますけども、ここに来て、えー、先々週ですね、買っていないんですよね、日本株をね。さ、う、ら、ん、に、まあ、米国株が、今後お、来年に向けてですね、えー、利上げから利下げ、 に入る少なくとも横横ですよね、えー、もちろん1回0.25あるかもしれないですけどもこういうフェーズに入る場合はですねまた再び米国に式が戻っていくとか、まあ、そういうことを考えると別に大きくね、えー、1万8000円とかで元に戻っていくっていうことを言ってるんじゃなくてやっぱり一旦75日と平均制にこのあとんだ後と7月 8, 8月で。 えー、そこのねに接近してていいいくんじゃないかなかと見ていますつまり日柄調整がないとどちらにしてもね次の再び上昇っていうエネルギーをため込めないんじゃないかなっていうのが僕の今のところのですよ考えになってますうん下げ出してますからねもちろん外れる確率は50%ですうん別に半々だと思ってますからね、うん で、えー、実際にですね、えー、先物ですね、えー、今のところ、ニューヨークダウンはね、えー、先物72ドル高という形で上がってるんですが、一方でね、日経平均はマイナス約100円ですね、ということで下がっています。まあ、えー、米国株のですね、えー、上昇に連れ立って月曜日休みだと思いますから、日本株で、えー、日本市場は、えー。その後反発してね、えー、先物が返されると同時に上がっていく可能性は十分ありますけども、今のところちょっとまだ、 今この状況でもですね、下に向かいたいっていうエネルギーも当然含んでるっていうことになりますよね。本来だとこれ、ねえー、プラスで終わっていてもいいところを、様子見といえどもマイナスになってるわけですからね。下に行きたいっていう気持ちも日本株にはあると。まあ、そんな積んでる状態で <laughs>、やだやだ言ってるとことですね。上に行きたくないもん、みたいな。やだみたいな。なんでみたいなね、えー。よくこのチャンネルでたまに1年に1回ぐらい話しますけどね。 僕は30歳ぐらいの時にね、31一ぐらいの時かな、もうめちゃくちゃツンデレのね、女性と付き合ったことがあるんですよね。そのツンデレの魔力というかね、ツンデレの魅力ってありますよね。これ終末編なのでね、2倍速、倍によっては10倍速ぐらいで聞いてもらいたいんですけども、確かね、インドか、うん、インドと日本人のなんかこう、ハーフ、クォーターみたいな感じで、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。もうわかりやすく言うと、リアディゾンみたいなね、 えー、見た目リアディソンみたいな。これは僕がそう言ってるんじゃなくて、周りもリアディソンみたいなね。当時リアディソン流行ってたのでね。あんな感じの子だったんで、で、ツンデーって、やばくないですか。<laughs> ツンデーの魅力はよく分かってるんですけども、今ね、ちょっとツンデーに入ってるので、日本株も先物もね、ちょっと分かりにくい、今後の動きはね。ただまあ 来週とじゃなくて、12月かけ、12ヶ月かけて調整、そして75日に接近してもおかしくはないし、まあそういった準備は僕の中ではしてあると。そしてそれが絶好のね、また、えー、儲けどころになる可能性もあるんじゃないかなと思ってますね。で、それをね、えー、考える上で他の金融と経済の動きをね、 ちょっと今日は、えー、話していこうと思うんですが、その前にですね、えー、この投資能というです、ね、今月発売された本がですね、えー、僕のお最新刊になりますけど、バカ売れしてまして、今ね、えー、各書店で、えー、4, 4位とか5位とか1位、2位か、2位,1位ですね、ビジネス書で1位とかって形で、えーまあ、書店ランキングで、えー、各、ねえーまあ、有名書店さんで1位、2位、3位を独占しています。 なので、ね、書店で見かけたら、ぜひ、ペラペラとめっくってもらいたいなということと、ビコランでね、特別動画として、ここから一応価値が投資家になるための方法と、えー、私のね、1月から7月までの利益が1300万円だったというね、特別動画、ビコランで見れますので、合わせて見てくださいというところでね、えー、その他の金融の動きを見ていこうと思うんですが、今日はね、えー、とはいって、えー、秋、冬にかけてね、日本株が再び、まあ、このシナリオを変えてないんですよね。 なので、別にいろいろ話してますけども、基本的には僕の王道の投資シナリオ、中長期は変わってないんですよね。一旦75日にタッチして、もしくは200日の引きする可能性もありますよ。それはその都度その都度ね、えー、状況は刻一刻と変わっていきますから、えー、それに合わせて、まあ、軽トラですよね。朝礼誤改で変えていきます。朝礼誤改が悪いってことだと思ってないですし、それが、まあ、僕はね、20年間、うん、黒字経営をずっとしてますけども、 ま、一番は、あの、安定して会社を舵取りするための大事な心構えなんじゃないですかね。朝行ったから夜変えちゃダメだって思ってしまったら、そこに縛られてしまって柔軟な転換、そして人事、そして、えー、財務、ファイナンスを守るってことができないですよね。朝こういった、ねえー、コミッションで行こうという方に、やはりそれだとモチベーション、部下が、えー、維持できないから、そのコミッションを廃止してこうするって、朝礼僕は結構しますよね。 言ったら変えないでくれと言われますけど、いや、そうではないと。状況を見ながら、一番最適解を出しているので、まあ、それは都度都度その最適解は変わってきますからね。身勝手にやってるんではなくて、やはりそういった柔軟性、その状況状況にとか、全体の中での最適解が何かっていうのを常に導き出すことが大事ですよね。だから、株式投資も朝礼誤解でいいんですよ。ただ、今のところシナリオとしては、ずっと変えてなくて、まあ、この75日、移動延期制をね、タッチしたら、次は、 3万4000を超えていって、3万5000ぐらいまではあるかもしれないなと、今のところ思っています。その理由をね、えー、今日は週末編なので特別にですね、ここからまた解説をしていきたいと思うんですが、まずはね、日銀が物価見通し情報修正の降参ということで、23年度はね、ついに目標のですね、インフレ、えー、2%台になるんじゃないかというね、えー、そういった降参が高まっていますよね。日銀の24年度物価見通しは2%近くになる。 おこれはね、ずっとコロナ総裁の時からやってきたことですので、まあ非常にですね、よいよいよ日本もそのフェーズに入ったのかと。40年間のね、あのデフレを超えてインフレになるということはですよ、金のね、まあそのブラジャーとか、<laughs> ブラジャー、別にね、普通ですよね。あのそういうの出始めるってこと,ことですよお。ちょっとあ戸惑っちゃう、自分で言いながら戸惑,戸,、ま、戸惑っちゃってますけど。 ねえー、金のブリーフとかね、えー、いや出てくるはずなんですよ、多分。これがインフレになってね、バブルになってくるということになりますからね。別にインフレっていうのは、バブルを生み出す、そのトリガーって言いますかね、うん、になりますから、エンジンになりますから、別に悪いことじゃないですよね。これにまあ賃金がついてくればということになりますし、もちろん、まあね、物が高くなれば、非常に良くない生活になりますけども、まあ、それと合わせて賃金を上げていく。そして、えー、資産、 が増えていくってことこですね不動産であったりとか、まあ、株式投資をしている人だったら株式投資の資産が増えてきやすいのがやはりこのインフレですので、えー、まあそういったね流れになってるということでだ僕はね上田さんですね、えー、もしかしたら、えー、利上げをね、えー、してくるんじゃないかとただねちょっとねあれもしかしたらねちょっと利上げをしたいけどもしばらく様子を見るっていうこともしなくはないかなっていう別のね考えのオプションが出てきたので それについて今日はね、話そうと思うんですが、ちょっと救急車来てますが、これはね、ちょっとスルーしていきたいと思いますけどね。で、まずはね、このニュースをちょっと見たいと思うんですけども、アメリカのですね、輸入が中国15年ぶりのですね、首位陥落ということで、これはね、今まで世界の工場として中国存在をしてきまして、これはなぜ世界の工場になれたのかと。結局、アメリカが儲かるため、アメリカが、うん、その、より安くいろんなものをね、 生産して世界中でグローバル経済の中でね、えー、グローバルスタンダードの中で、例えばアップルとかそうですよね、えー、稼ぐためにどこで安く作れるのかと。もうアメリカで安く作れないと。人件費高いしね。そうしたら中国安くていいじゃん。ということで、アメリカが先導性やってきたことなんですよね。別にこれは否定しないですよね。つまり金融資本勢力が中国をまあ舐めていたっていうところもあると思いますし、まあ アメリカが儲かるためにですよ。中国を利用したとも言えなくはないですよね。当然中国にとってもそれはメリットがあったので、えー、今までね、その40年前って中国はね、えー、まあ貧困層のが多かったわけですから、農村部の話ですよ。おーそれが世界の工場になって、そこ上げされてですよ。アメリカのによってですね、えー、上昇していたと。その代わりに下がったのが、まあ、日本ですよね。日本のポジションが下がって中国が上がったということになっている。 いいっっってて日本のののの半導体ととかがが売れれななくなっていったというのがあります、まあ、それ以外のものもね一方で今アメリカと中国の貿易摩擦場合によっては経済戦争が起こっていて中国がからアメリカが物を買わなくなって世界の工場としてのポジションも奪おうとしてるわけですよねなので中国周囲陥落をしたのでこれはかなりですね今後パラダイムシフトといいますか全体の地政学が変わっていく可能性がありますよね えー、インドなないし日本になってくる可能性があります世界の工場実際にですよ最近のニュースを見るとさまざまなね、えー、グローバル企業が今日本に工場を作ってますよねこれはもちろん日本が安全だとか、えー、もありますけどもやはり世界の工場として日本が選ばれ始めてるというのはあるかもしれないですえ日本が世界の工場とちょっと待ってくれよと思うかもしれないんですけども 実際にですよ、中国のお隣の日本が世界に工場になりやすいというのはあると思います。まあ実際に、ね、中国の経済、息切れを始めていて、まあ人民元安になってくるというニュースが今日あったんですけども、まあ中国はこれ以上人民元安にしたくないですよね。うん、そうなってくると、いよいよ経済、うん、クラッシュして崩壊しかねないので、 なんとかね、本当は利下げなどをして、経済復興したいんですけども、習近平さんはね、それもちょっとできないと。なぜかというと、利下げをすると人民元安になって暴落してしまうのでねで、その後不動産価格も下がってしまう、暴落をしてしまうということで、一気にクラッシュしかねないと。またね、えー、このニュースを見たときに、あ、日本ももしかしたら、中国のね、人民元安が続いてるんだったら、日本、利下げできないかもしれない、利上げできないかもしれないなと思ったんですよ。なぜかというと、まあ 中国の代わりに日本がグローバルスタン,ドのなスタンダードの中で世界の工場になりつつありますよね。皆さんがニュースで見てる通りですね。で、実際にですね、中国は今輸入も輸出もですね、悪くなってるんですよね。つまり内需も外需もですね、今ダメダメなダメ循環に入ってます。今日のツイートを今朝したんですけども、まあ、このデータを見てもわかる通りね、輸出もダメ。つまり外に向けて、えー、どんどんね、えー、作ったものを 売っってていくってこともダメなわけですよだから今年来年再来年とおそらく中小企業もしくはあの下請けのですね、えー、大企業を含めてね下請けなどの会社が相次いで中国倒産をして失業率がさらに高まるってことも十分考えられますねでそれを見越して当然内需もダメつまり国内消費もねダメダメになっているとこれが外需もダメ内需もダメ外需もダメ内需もダメってことで繰り返されるとデフレですよねだから中国今デフレ論っいうのが上がってるん ですけども、やはり今非常に苦しいという状況になっています。40年前の日本と、まあ、似たような状況ですよね。あの時は何がトリガーになったかというと、皆さんご存知のようにね、アメリカがその引き金を引いたわけですよ、うん。で、このアメリカの車産業であったりとか、製造業を守るためですよね。うん、で、実際には中国も同じようなことになっているということで、一方で、えー、じゃあ日本はどうかというと、世界の工場になりつつあるということで、 日米のね、消費者物価も変わってきてますよね。アメリカの消費者物価は上がる中で、日本の消費者物価は上がっていかない。つまり、日本はですね、かなりそういった意味では、アメリカにとって安く物を作れる国とあ。中国よりいいんじゃねえと。そして中国はライバルになりつつありますから、中国の代わりを探したときに、これだけね、要は人件費も安い。 物価もも安安いい。と、土地も安い、まあ、土地地はアメリカからら見たらって話ですよ。日本から見たら今上昇してますけども、まあ、それも外資が入ってきてるからってことになるんですけども安いとなった場合に今日本が世界の工場としてもちろんインドもそれの一つに入ってますけどもつまり中国のこれまでの機能がインドと日本に分散されつつあるということを考えると今上田総裁が利上げをしにくいんじゃないかなと。 ちょっとオプションとして変わったとことですね。思考オプションとして、うん、プラスで今、生まれたということになっています。つまり、ここで利上げをしてしまうと、世界の工場になりにくいですよね。だって、海外から使いやすいところになりますからね。えー、賃金も安いとかっていうことが入ってきますので、で、実際にね、対日株式投資を含めた、あの、まあ、これは推移になってますけども、まあ、外資の流入も今非常に増えてると思いますね。外資の流入をおそらく見たら、 その投資って意味ですよ。不動産とか工場とか。おそらくこんな感じで伸びてるんじゃないかなと思います。ちょっとデータ探してなかったんですけどね。まあそういった形で考えると株式も、あとはね、そういった不動産とか工場投資も今ね、日本に向けて流入がし始めてると。そしてそれが急速に伸びてるっていうのは、これもね、やはり上田総裁が今世界の工場としてポジションを築くために、やはり利上げに動きにくい一つの要素ですよね。なので、もしかしたら上田総裁もある。 今年年内、今やるやる、逆にね。え僕が予測した通り、やるやるようになってきてるんですけども、むしろやらない可能性があるなと。なぜかというと、今中国との駆け引きの中で、争いの中でですよ。中国から世界の工場を受け皿として、インドとは競ってるってことですよね。まあもちろんこれはアメリカ主導なので、はい、中国はからの移転は、インドはこれ、アップルさんとかね。 え日本は半導体とかたで、もう振り分けられてると思うんですけどね。えーまあ、こんなアメリカ主導でいいのかって思いますけども、まあこれはしょうがないでしょう。だってね、え世界の覇権が今のところアメリカなのでね、えー。まあじゃあ派遣を取れよと、日本っていうことになってしまうので。まあだからね、インドはまあじゃあアップルとかの受け皿になってねと、あとスーパーコンピューターとかね、とかねお願いしますねとで。日本は半導体とかチップとかね、うん、まあこのあたり行こうよ、みたいなね。EV もそろそろ作る、みたいな。 おそらくこういうのことはアメリカ主導にやられてると思いますから。わかりやすくとアメリカの金融資本勢力ですね。で、また一儲けしようぜ。という中で、利上げできないかもしれないな、というのが、えー、今の僕のちょっと今日、あ昨日、今日ぐらいでできた、まあ、あの思考オプションになってますね。もちろん、うん、それらを踏まえて皆さんなりに考えてもらいたいな、ということで今日はね、今後の投資シナリオと新しくできた思考プラン、思考オプションについて話させていただきましたが、この後ね、より詳しい世界のグローバルマーケットのね、 話は、えー、別の動画で、えー、今日、明日ぐらいにね、アップしたいと思っておりますので、そちらの方も合わせて見てもらえたらと思っております。それでは今日は以上です。高速で。